では激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、熊本県熊本市にありますボボメンさんに、まあ、やってまいりました。はい、ちょっと噛み噛みですがごめんなさい。こちらですね、宮崎発祥のですね宮崎辛麺が楽しめるということで、お酒の締めにもよしと、晩ご飯にもよしと。で今回なんですけれども、ここはですね辛さレベルがね1から25段までと選べるらしくて、今回はねこのマックスの25段に、挑戦していきたいかなと思いますね。一応ざっくりねお話を聞いたところによると、だいたいね50人中食べたら、まあ麺を食べる方はまあまあまあちょっとまあ50人中8人ぐらいいるんですけども、まあ大体ねこうスープまで辛いっていう方がね結構やっぱ皆さんはスープこうがきついと、なかなかやっぱ辛みの効いたスープが厳しいということでね、今日はねこの完食を目指してやっていきたいかなと思います。はい、じゃあねそれでは早速行った人の感想を見ていきましょう。辛いのが好きな人におすすめボンボン麺です。辛さが初段から25段まで、25段は辛いのにかなり強くないと無理。麺はこんにゃく麺、中華麺などから選べますよ。また麺を食べた後ご飯を入れて雑炊もおすすめということでね、親切にも麺を食べ終わった後、これをご飯にして雑炊、まあ、ちょっとねお腹に余裕があったらちょっと、ね、雑炊も楽しんでいきたいかなと思います。それでは行きましょう、レッツゴー。はい、それで早速中入ってきたんですけども、一応ね、まあ、こう辛麺屋さんなんですけれども、まああのねお酒に合うようなこの豚軟骨とかメンマ、ナムルとかね、本当にこれお酒もねこう飲めるんで、昼帯はあんまやってなくて、夜から深夜の、まあ、4時とか5時ぐらいまでやってるんでね、非常に、飲み会、お酒の締めにこう辛麺とか、非常に合いそうなんで、ぜひぜひぜひということで、ここはね、熊本県の繁華街にあるみたいなんで、ぜひねここ来た際には、寄ってみてはいかがでしょうか。それではしばし待ちましょう。あ、来たー、来ましたー。こちらが辛麺25段。うおー、めちゃくちゃ大きいなこれさ。うわ、なんだこれ、もうちょっとスープが固形状になってますけど大丈夫かな。はい、じゃあちょっといただきましょう。いただきます。さあ辛麺25段、お手並み拝見ですよということで、うわー、じゃあちょっとまずスープからいきましょう。うわー、ちょっと匂いがやばいな。いただきます。はい、じゃあちょっと麺いきましょう。はい、これはこんにゃく麺ですね。あ、すごい。うわ、ちょっと麺にこの唐辛子がもう張り付いて、ちょっともう重いですね。入ってる具材は卵にニラ、そして大量の唐辛子で、こんにゃく麺ですね。こんにゃく麺といっていると本当にこんにゃくを使っているわけではありませんけども、いや非常に強烈。そして白 T シャツを着ると汁が飛び散って真っ赤っかに染まるという大失態を犯してしまいましたよ。あー、カレー、これカレーが、マジで地獄だ。すごい、麺がもうドロドロ、ほらすごいね。どこ食べても辛い。さあ、麺はね全部食べようと思います。残りこのスープと呼べるのだろうかというぐらい、唐辛子でドロドロになったこのスープですけども、これはちょっとすごいな。うわ、ドロドロ、行きましょう。行きます。これはあれだ、宮崎で食べた辛麺マスモトの100倍を思い出しますね。これ相当入れてるね、この唐辛子。あの、ね、確かこの25辛でこう25杯ぐらい、唐辛子を入れてるそうなんで、じゃなきゃこんなにこうねドロドロになんないよねっていう話なんだけど、これはすごいパンチが来た。雑炊にしよう。
せっかくねこんな辛い、美味しくてねスープが、もういっぱいたんまり残ってるんだったらねご飯足しちゃうよねということで、はい、ご飯投入ということで、はい、じゃあご飯が来たところで、後半戦スタートですけれども、もうねお前サウナ行ったんじゃねえかと言わんばかりに、全身の毛穴という毛穴から汗が吹き出してまいりました。これはよし、じゃあちょっと行きましょうか。いただきます。このままでいこうか。ごちそうさまでした。それでは関西レブの発表していきましょう。麺どころボンボン麺さんの、辛麺25段辛さレベル、じゃらららじゃん、辛さレベル 7.5 です。おめでとうございます。はい、 7.5 です。いやーもうね、もう辛麺といえばね、まあ宮崎を代表するね、辛い料理ですけれども、まあ本当に今回もね大量に唐辛子がふんだんにこう使われていくだけあってね、非常にもう辛みがパンチが効いてました。うん、終わった後もね口、お腹周りがねポワポワとあったかくなってくる、そんな感覚です。非常にこうスタンダードな、辛麺ですね、溶き卵に、ニラ、そしてニンニクに合わせて、唐辛子といってね、まさに王道の辛麺スタイルでしたけど、これはね何度食べても病みつきになる、一品です。体中の毛穴という毛穴から汗が吹き出してくる、それぐらいのね、辛さ加減です。はい、で結構ねやっぱね量もあるんで、そこはねきつさポイントでもありますね。非常に量が多い、ご飯も足しましたね。非常に今ね雑炊おすすめですね。結構ねこのスープまで、飲み放送ってなるとね結構スープのあれが気になってくるんで、途中でねご飯を挟んで雑炊に食べるのが、一応ねおすすめです。はい、というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログ、ツイッター等々更新しますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね、バイバーイ。